さあさあ、この絵を解くとご老次郎。題名はざわめきの森って言うんだけど、これは不思議な絵と呼ばれるものなの。不思議な絵？ぱっと見普通の絵と変わらないような。これは錬金術の力を使って描かれた絵でね、なんと中には別の世界が広がってるのよ。別の世界が広がってる？ええ、そこには珍しい材料があるみたいでね、今は国策として不思議な絵を集めてる最中なの。へえ、じゃあ地下室にあった絵も不思議な絵？うわー、絵の中の世界なんて信じられない。私行ってみたくなっちゃったな。あの絵のことは秘密、国策で集めてるって言ってたし、持っていかれちゃうかもしれないでしょ。確かに、ごめん、気をつける。ん？どうしたの二人とも？いえ、何でもありません。話を続けてください。ええ、不思議な絵はまだわからないことが多くって、優秀な錬金術師に先行調査を頼んでる段階なの。そこでその調査を二人にもやってもらおうと思ってね。なるほど、それは願ってもないことですけど、どうして私たちに？ほら、さっきリディちゃんこっちから声が聞こえるって言ってたでしょ。もしかしたらそれって不思議な絵の声が聞こえてるんじゃないかしら。不思議な絵の声？そんなのあるんですか？そう、錬金術師には材料の声が聞こえることがあるって言うし、そういうこともあるのかなって。もし絵の声が聞こえるのなら、不思議な絵の調査にはうってつけじゃない？そうじゃなくても二人ならいい成果を出してくれそうだしね。どう？絵の調査やってみない？ぜひぜひ、私たち絵の世界に興味津々なんです。よかった、なら決まりね。この絵の中にはルーシャちゃんがもう入ってるから、みんなで力を合わせて調査してきてちょうだい。じゃあ双子ちゃん、絵の前に立ってみてくれる？絵の中に入るにはこの絵の世界に行ってみたいって念じればいいらしいわ。逆に絵の外に出るためには元の世界に帰りたいって強く思えばいいそうよ。なんだ、飛び降りる必要なかったじゃん。みたいだね。それじゃあスーちゃん、行ってみようか。うん、いざ不思議な絵の世界へ。出てらっしゃい、マティアス。バレてたか、さすがは姉貴。絵の中にはまだわからないことが多い、つまり危険な魔物が出る可能性もある。二人のことはちゃんと守りなさいよ。いいわね？ああ、任せとけって。行ってくれ。木々の合間から聞こえるのは噂話をする誰かの声。このぐらい闇の中から感じるのはこちらを見つめる誰かの視線。辺りを見回してみても見つけられるのは木ばかり。この地を訪れた者は皆不可思の恐怖におののきます。
それもそのはず、この森は生きた自然と幽霊たちの社交場。ここはざわめきの森、無邪気ないたずらにはご注意を。この間の世界ってどういうことだ？マティアスさん？外です、外の森とは全然違うなって。ああ、なるほどな。確かに普通の森とは随分雰囲気が違ってる。ところでどうしたんだ、ス？随分とおとなしいじゃねえか。怖い。は？してるし、お化け出そうだし。スーちゃん、お化けと虫がめっぽう苦手で。意外だな、そりゃ。ただこの森は多分ずっとこんな感じだろ。どうする、スーだけ先に戻るか？ついてく。怖いけどリリーのこと放っておけないもん。そうか、ま、その気持ちはわからなくもない。とりあえずルーシャ城を探してみようぜ。探しながらの方が怖いって気持ちも紛れるだろう。うん、ありがとうマティアス。気にすんなって。ただ警戒だけは怠るなよ。最初は怖かったけど、慣れてくると意外にどうってことない感じ。ねえねえ、みんな、変な看板見つけたよ。あ、本当だ。なんて書いてあるんだろう。読んでみようか。この看板を読んだあなたへ。お気の毒ですが、あなたは呪われてしまいました。呪いを解きたければ墓場までおいでください。うわなんで私、何か悪いことした？大丈夫だから泣かないで。看板に書いてあることなんて気にしちゃ。気をつけろ、二人とも。気は乗らねえが、ぶっ倒す。ドカーン。楽勝すぎて、あくびが出ちゃうよーと。あんまり自信はないけど、ちょっとは強くなれたかな。本当のことを書かなきゃいけないなんて決まりもないけどな。もうやだ。マティアスさん、今は余計なこと言わないで。スーちゃん大丈夫だからね。とにかく頑張って一緒に墓場を目指そう。
流ってよく使うよね。絶対無駄にはしないから。できた！粘土のリリー！おい！どうして握りつぶすの？まとめとこう。何があるかな。宝石か。いくつか動物に取り出せればいいんだけど。魔法の草だね。すごい魔法っぽい気がするし。場所があるなんて。よし、ちゃんと覚えたよ。どうする？一旦俺が家まで送るか。ぜひと言いたいところなんですけど、私には帰れない理由がありまして。先ほど道端にある看板をうっかり読んだら、私呪われてしまったみたいなんですよ。え？ルージャも？実は私もなんだ。だったんですか？私、呪われたままなのは絶対嫌なんです。うん、私もそんなの絶対嫌だ。ねえ、ここは協力して墓場を目指さない？そうですね、おそらくそれは最善の道かと。
絶対一緒に呪いを解きましょうね。どう言っても私は戦うのそんなに得意じゃないですけど。ま、そこは気にすんな。固まってた方が守りやすいしな。そうですか。では同行させていただきます。よろしくお願いしますね、皆さん。待ちな。ここは俺たち木族の縄張りだ。通りたければ俺たちにいい肥料をよこしな。山賊ならぬ木族ね。この絵を描いたやつろくでもないこと考えるな。木が喋るなんて、絵の中の世界ってやっぱり夢みたい。ブルブル、ありえない、ありえない。木が喋るなんてありえない。私は何も見てない。私たちが要求通りにするとお思いですか。あなたたち程度爆弾を使えば。おう、なんてことしてくれんだ姉ちゃん。そんな悪い奴には。茨でお邪魔の刑だ。ちょっとルーシャ、何やってんの。うるさいです。私だってたまには失敗することくらい。だから言ってんだろ、ここを通りたければ企業をよこせってよ。仕方ねえな、ここは要求を飲むしかなさそうだ。へへへ、そういうこった。いい肥料楽しみにしてるぜ。Thank you.
極上の肥料だな。これだけの品にはめったにありつけねえ。仕方ねえ、ここは通してやるよ。せいぜい気をつけて進むんだな。なんとかなりましたね。まったく人騒がせな。ルーシャもね、邪魔者を爆弾で吹き飛ばそうなの二度と考えないでよね。言われなくても二度としませんよ。だ、さあ先に進みましょう。早く呪いを解いてしまわないと。マティアスさん、あのマスクもうつけないんですか？ああつけないぜ、二人にいじめられるからな。看板があるみたいだな。マティアス、読んできてよ。なんで俺が？しょうがねえな。なになに？呪いを解きたければ墓に一つ一つ井戸で汲める聖水を振りかけろだってさ。いくら呪いを解くためとはいえ、ささかめんどくさすぎませんか？ダメだよルーちゃん、呪いを解くためなんだし、しっかりやらないと。そうだよ、ほら呪いを解くためだから。ルーちゃんも一生呪われたままなのは嫌でしょ？確かに。わかりました、やりましょう。やってやりましょうとも。墓を水浸しにしてあげます。覚悟することですね。いや、そこまでやると多分もっと呪われちまうんじゃないかな。意外と重いんだよ。
生活費の…あれ？
まったくもう、ズルしようなんて考えるからでしょ。ああ、まったくだ。魔物に襲われたのだって自業自得だっつうの。すみません、深く反省しております。ん、看板が光った。ちょっと調べてみた方がいいかもね。お、看板の内容が書き換わってるみたいだな。何何？聖水をかけてくれてありがとう。あなたたちの呪いはこれで解けました。私たちと一緒に遊んでくれたこと、とても感謝しています。あなたたちにお礼の品を用意したので、ぜひ受け取ってください。ざわめきの森に暮らす者一同より。追伸、今回の件に懲りたらもう手を抜こうとはしないこと。わざわざ書かなくてもわかってるよ。もうしないってば。ところでお礼の品ってこれかな。綺麗な石みたいだけど。不思議な色ですね。こんなもの今まで見たことありません。まあお礼の品ということですし、二人がもらってしまっていいんじゃないですか。あれ、ルーシャはいらないの？こんなに綺麗なのに。私は二人よりお姉さんですからね。そういったものにはがっつかないんです。そういうことならありがたくもらっちゃいます。さて、そろそろ帰るとするか。双子もルーシャ城も疲れただろ。ちなみに俺は疲れた。そうですね。ほら、二人とも帰りますよ。帰ってゆっくりシャワーを浴びたいです。おかえりなさい、みんな。絵の世界はどうだった？とっても楽しかったです。お化けとか喋る木とかいろいろあって、私は呪われたり怖い思いしたりで、すっごく疲れたけどね。呪い？帰ってきて早々で悪いんだけど、絵の中の世界について詳しい話を聞かせてもらえる？なるほどね。ざわめきの森についてはよくわかったわ。ねえ、三人とも、お願いなんだけど、これからも絵の調査を続けてくれない？え？というと？絵の中は何が起こるかわからない。きっと経験者が調べた方が安全なはず。だから他の絵が手に入ったら、ぜひみんなに調査をお願いしたいってわけ。どう？他にも不思議な絵ってあるんだ。はい、ぜひやらせてください。では私も、二人に遅れを取るわけにはいきませんからね。ありがとう、助かるわ。じゃあ頑張って新しい絵を確保しないと。なあ姉貴、絵を探してる間にアトリエランクを上げてもらうってのはどうだ？ランクが上がるたび新しい絵を紹介する。そうすれば張り合いも生まれるんじゃないか。お、あんたにしてはいいアイデアじゃない。じゃあそれ採用。三人ともそれでいい？ええ、構いませんよ。二人もいいですよね。うん。頑張ってランクを上げないとね。じゃあ決まり。さて、随分と長く引き止めちゃったわね。絵の中で拾ったものは報酬として持って帰っていいわ。煮るなり焼くなり好きにして。それじゃまたね。ベッドに入ってゆっくり休めよ。じゃないと怖いお化けが出るかもな。ひぃ、からかうな、マティアスのバカ。
二人にランクを追いつかれ、アマチさえ助けてもらうなんて私は何をやってるんでしょう。自分が情けないです。私はアトリエヴォルテールの主で、そして私は二人には絶対に負けられないんです。第4話、ライバル。